どうも改めまして、初めましてって感じですよ。緊張してます。昨日の晩からだいぶ緊張してますけど。絶対嘘ですよ。ロックシンガーだから。いやいや、まあまあ、その言いたいこともやらしてもらってるから。かっこいい、その、なんかです。カリスマ性をやっぱり、それをまとわれてるなという。いや、お恥ずかしい。片手でこう、お話しするとすごい柔らかい感じの方で、それ年上だということです。はい。とても頼りに、今回これを始めるにあたって、この番組がね、本当に自然にこう始まっていけばいいなと思うので、こういう、まあ、今回この番組を通して、その事件を扱いながら、いろいろなその谷山さんの素顔が見れればいいなと思ってます。まあ、凶悪犯罪の話なんで、まあ、内容は結構ショッキングなものはあったんですけど、まずアメリカの犯罪ということで、まあ、日本のものと違ってなかなかこう知る機会もそんなにないですし、これだけの脅迫犯罪なのに、まあ、僕知らなかったんですよ。個人的にそういった猟奇殺人、猟奇犯罪、まあ、いわゆるサイコパス的なことだ、シリアルキラーっていうのはフィクションノンフィクション関わらずやっぱ興味のあるもので、あまりにもこう自分まあ、遠いと思ってるんですけれども、遠すぎるがゆえにこう何でしょうね、ちょっと自分から近づきたくなるというような危ういことなんですけど、まあ、このエドケンパーっていうシリアルキラー、僕は実は知らなかったんですけれども、ちょっと今回のそのストーリーというか大体のバックボーンを知るにあたって余計やっぱり何でしょうね、うん、でもやっぱ、うん、興味がどうしても湧いてしまうので、こういった作品というかね、まあ、番組を通じてなんか僕なんかが携われるのがちょっと楽しみではありますよね、うん、やっぱいると思うんですね、こういうことに興味がある人って。もうさっき一瞬こうチラッとだけ大谷さんともおしゃべりさせていただいたけど、特に男ってこういうの好きだよねみたいな、うん、やっぱ映画とかでもね、僕本当ジャンル的にはサイコスリラーだとかっていうのがやっぱ一番ちょっとまあ好きだったりするもんですから、でそういう層の方々、まあ男女問わずですけど、なんかよりこう深く知りたいと思ってる人たちにまあ、架け橋になると言いますか、まあ僕なんかは共にだから、そういうリスナーの人たちと、うん、深く知っていきたいななんていうふうに今のところ思ってるもんですから、うん、そういう人たちとね、うん、よりちょっと深いところまで一緒行ってみませんみたいな感じですよね。舞台の稽古でちょっと異様ですよ、みんなマスクして、うん、フェイスシールドですか、なんかあれして、あれで動きまくって、ずっと結構テンポの速いものなので会話の、うん、まあ、皆さんマスクつけてやるんですけど、あんまり表情も見えないし、何よりやっぱ苦しいです。みんなちょっとこう離れてってこう息吸ってまたちょっと戻るみたいな稽古をずっと続けてたんで、うん、しんどかったです。だから本番迎えてやっとこうマスク取って、やっとみんなの表情がこう見えたというか、なんかすごい発見だったし、まあ、大変な稽古でしたね。自粛明けから徐々に今アフレコは始まってるんですけど、もう時間を3つぐらいチームを分けて、まあ、3人ずつとかだからすごく手間はかかるんですけど、そういうことで対応してますよね、声優業界も。よく夢を見て、で舞台は僕はまあ、だからやんないんだよっていうことなんですけど、やんないのに舞台の上に上がってセリフを忘れるっていう夢をよく見る。いや今聞きたくないよあれめちゃめちゃ怖いっすよね。めちゃめちゃ怖い。もう考え出すとそれよぎったら負けなんですよ、ね、すいませんあれめっちゃ怖いんですよ。だからやんないんですけど俺ある程度やっぱシリアスな部分が、根底となってくると思うので、僕は本当はもっと砕けてすごく世俗的な人間なもんですから、僕はすごく冗談だとかね、そういうこのもう本当はふざけたい人なんだけど、そこになんとなくストッパーをかけながらこう
何でしょうね、やっていくことになるのかなと。年の差で言うと僕の方があの上なんですけど、すごくやっぱ俳優さんで落ち着いてらっしゃる雰囲気なんで、僕は年上のつもりでね、あの年下のつもりで行こうと思ったら、まあ、どうやらそうはいかないみたいなだいぶ頼りにされちゃったのでそうかと思って、まあ行ったなっていう僕今回ドキュメンタリーの部分であのストーリーをこう説明するそういう、まあ、役割も担ってるんですけど、まあ、なるべくこう聞いてる方にこうより興味を持ってもらえたらいいなという思いで、まあ、これからやろうと思ってますし、あと全体的にもやっぱりこの事件をそのなんか知識があるわけでもなく、本当自然に聞いてそれでどう思って何を感じてっていうものを自然体でこう話しながら、あのどう出していこうっていうよりも出るもの、その時感じて出るものが、まあ、この番組に合ってるんじゃないかなと思ってるんで、あの本当こうトークをしながら、うん、あの僕は何をもうこう守るものも隠すものもないんで本当その聞いてその流れに沿ってあのどういう感情になるのかなっていうのはまたそこ一つと自分でも楽しみにしてる部分ではあります。はい。